こんにちは、ホワイトカルです。皆さんはシグルイという漫画をご存知ですか？この漫画の中に素手で自らを虚勢するキャラクターが出てきます。簡単に言えば素手で金玉をもぎ取るわけですね。これがすっごいかっこいいんですよ。というわけで私も真似をしてやってみたいと思いますと思ったのですが、残念ながら私には金玉がついていませんでした。しくしく。というわけで何も聞かされていないずんだもんさんをお呼びしました。ゆきちゃん、一体何の用なのだ？ずんだもんさん、ちょっと目をつぶっていてもらえますか？別にいいけど、何をするのだ？それじゃあ、行きますね。へいや！ごー！わ、取れました、取れました。見てください、綺麗なピンク色ですね。結構力はいるんですけど、爪を立てながら、ガチで思い切り引っ張れば、女性でも十分可能だということが分かりました。皆さんもぜひご自分やどうでもいいキモい予算の金玉で試してみてください。それではごきげんよう、さようなら。ずんだもんは童貞だった。結婚相談所に何年も通い詰め、お金を積み、3日前生まれて初めて交際相手ができたところだった。